お姉様、見てください。今日は世界が平和になったお祝いをするため、こうして皆さん来てくださったんですよ。ああ、命の大樹があんなに気持ちよさそうに葉を広げていますわ。今までいろいろあったけど、悪しき魔王の手によってこの世界は一度闇に覆われました。でも私たちはこうして生きています。それにいつまでも泣いていたらお姉様に怒られてしまいますものね。バカじゃないのあんた。世界が平和になったってのに辛気臭い顔してんじゃないわよってね。ああ、こちらにいらっしゃいましたか。里の者が祝杯の宴の主役はどこだとしびれを切らしておりましてな。皆さんぜひ里にいらしてください。待ってました、祝杯の宴よ。さあ行きましょう。ラムダの人たちは厳格な方ばかりだと思っていたけれど、せっかくの宴だ。